なんだ、大丈夫？おお、帰ってきた。植物を植えよう。コツコツは。植物を植えよう。ああ、なんて不思議なのかしら。これでまたこっ。Thank you.
良い手。西にぼんやりと原始的な建物が見える。この海底の原住民に会えるかもしれない。あなたの友人は私についてくると言ったばかりだが、あなたたちはいつもこうなのか。どうしてもあいつと同じ行動は嫌なんだ。エルフのメランコリー、最悪の時に最悪の場所に現れたな。なぜ私、私はサロンバ、シアンナ女王の宮廷術師だ。私の仕事は未来を予知すること。海流がすでにお前の到来を教えてくれておった。これ見て、花だよ。歩くことができて口もある。うわあ、これは僕の愛するナナじゃないか。ナナは歩けて口が利ける花なんだ。決めた。今日から君は僕のチビナナちゃんだ。おいで、チビナナちゃん。ほらほら、走らないで。サロンバ術師、私は海難に見舞われ海底に沈み、我が子上位とはぐれてしまった。上位の居場所がわかるか。もう一人のエルフがサンゴの玉座に。
お前たちは一体どの神の怒りに触れ天罰を受けたのか。果てしない深海で一人の子供を探すのは容易ではない。それには、おお、お前の隣にいるのは海の民か。こっちへ来い。奇妙だ。まったく、海流はお前が来ることなど教えてくれておらぬ。海の民よ、どうやって参ったのだ。しかもお前の未来を見通すことができぬ。サロンバ、申し訳ないが話を戻させてもらおう。上位を探さねばならないのだ。ああ、分かった。果てしない深海で一人の子供を探すのは容易ではない。それには、その魔法の材料が必要なのだ。その硬いサメ肉が必要だ。同族の肉を魔法の材料にするのか。その通りだ。術師の言うことを疑うんじゃない。上位を見つけたいのなら言う通りにせんか。下へ行ったところではたくさんのサメが活動しておる。そいつらから魔法の材料を集めてくるといい。頼めるか。私はサロンバにこの海域のことを聞いておきたい。今後のために備えておかねば。うわあ、この肉だ。早くよこせ。いい香り。ああ、申し分ない魔法の材料だ。この魔法の材料をちょっと加工せねば。安心しろ、エルフよ。上位の居場所はすぐにわかる。